幼児教育学科主任の浅野です。ポートフォリオ入試に関する説明をさせていただきます。まず前提となる教育目的です。幼児教育学科では子どもたちから慕われ、保護者や一緒に働く仲間たちから信頼される質の高い保育者の養成を目指しています。具体的には保育士資格、幼稚園教諭一種免許状の取得、子どもの育ちの根本となる遊びのプロとなること、地域における子育て支援の中核として活躍する保育者の養成が柱となっています。次に求める人物像です。アドミッションポリシーは画面に示している4点になります。それぞれについて押さえていきます。1つ目は、子どもから慕われ、保護者や一緒に働く仲間から信頼される、当てになる保育者になるために、自分から進んで仲間と共に学び続ける気持ちです。これについては、高校までの生活の中で先生、同級生、下級生から信頼される経験や、自分から進んでチャレンジする経験、仲間と共に学び続ける経験といったことなどに現れます。2つ目は知識・技術です。これは高等学校で学習する内容を幅広く学んでいることや、幼児教育の専門家として備えておくべき知識を学ぶために必要な基礎学力になります。具体的には、新聞程度がスラスラと読んで理解できる読解力や、漢字を適切に使用して分かりやすい文章を書く表現力、社会の出来事や身の回りの自然現象に対する興味と知識、音楽、美術、体育などの技術などを求めています。3つ目は、思考力、判断力、表現力です。具体的には、習得している知識をもとに、自分の身の回りで生ずるさまざまな出来事に対して論理的に考え、行動し、対処する力や、経験や年齢の異なる人々と自然に交流でき、自分の考えを分かりやすく表現できるコミュニケーションの力を求めます。4つ目は、主体性、多様性、共同性です。これは質の高い保育者として社会で活躍したいという強い希望を求めます。具体的には、保育者になりたいと思うきっかけや動機、理想とする保育者像、高校までの生活の中で保育者になりたい気持ちを強める具体的な体験、ボランティア活動などへの参加、幼い子どもとの触れ合い経験などに現れると考えます。続いて、今年度の選抜方法です。配点や今年度の講義・実習の内容などについては、画面のように入試要項で示した通りになります。また昨年度の状況についても入試要項で示した通りです。講義・実習の内容の違いのみとなります。幼児教育学科では、当てになる保育者を目指す強い気持ちを求めています。保育者になりたいという気持ちを、行動や具体的な事実、言葉や文章で表現してください。保育者を本気で目指す人の挑戦を待っています。以上、幼児教育学科のポートフォリオ入試に関する説明でした。